はい、アンケートありがとうございました。2016年1月7日23時16分6秒、ひろあきさん、吉谷社長に聞いてみたいこと、今予定されている今年のビッグイベントは何ですかということでいただいております。ビッグイベントはですね、多分やるとするならば、ライブ放送がですね、今年、合計で1000回の放送を多分樹立するんですね、今年多分11月ぐらいに1000回行くのかな。なんで、以前からもですね、1000回行ったら、ちょっと大きいセミナーやろうかなみたいな話してたんで、前、500回行った時に500回記念セミナーということで、東京と大阪でセミナーさせていただきました。ライブ放送500回記念セミナーと、東京と大阪で3公演かな、東京2回、大阪で1回っていうのをさせていただいたんですけれども、1000回もやります。1000回はかなりいい節目かなと。だから次もしやるとしたら2000回とかですね。500回は500回刻みではやんないかな。もう1500回記念って微妙じゃないですか。1500回記念微妙だと思うんで、今度は1000回の、今年1000回のライブ放送を樹立するので、次やるのは2000回とかね、やったら2000回突破みたいな感じで、イベント的なやろうかなと思います。で、今年、その1000回が樹立するので、ライブ放送1000回放送記念ということで、ちょっとイベント的にするか、セミナー的にするのかちょっとわかんないですけど、何かやると思います。1000回記念。これはちょっと1000回なんで、ちゃんとページ作って、集客できるようにちょっとやろうかなと思ってます。日程が合えば、ライブ放送1000回記念、これ来ていただければなと思います。今年のビッグイベントはそんな感じですね。あとはビッグイベントじゃないですけど、前から言ってるのは、あと塾の募集があるっていうことですかね、年末に。で、今年の年末から、ですね、年に1回だけ塾の募集っていうのをさせていただいて、もうそれ以外やんないっていうような、1年に1回の募集、1年に1回の募集っていう、ね、年末に1回やっていくっていうの、今年からやっていこうかなと思ってるので、それぐらいですかね。その代理ニューアル、うちの IBCA っていう塾を代理ニューアルしますので、その講義の一新、講師陣の一新、ノウハウの一新というのをちょっとやって、価格も改定して、全部すべてリニューアルしてご案内していくという感じですかね。はい、そんな感じです。多分一番ビッグイベントは、その1000回記念ですね。1000回記念です。完全に。これは何かやりますんで。今ですね、何回かな。今放送してるのが、昨日で、834回放送してますね。834回。だからあと166回。166回やると1000回です。だから今年中には、行くよな。ちょうど12月ぐらいか。160回。すみません、今年行かなかったですよね。ちょうど12月ぐらいかな。今年の12月ぐらいですね、ちょうど。1000回行くと思います。そんな感じです。今年、だから12月付近に1000回達成すると思いますので、それに先駆けてビッグイベントをしようかなと思います。じゃあ質問は、の対してはそんな感じですね。いつもありがとうございます。知ってる方なんでね。いつもありがとうございます。